今日は玉ねぎを農家から直送しました。うーん、美味しそう。淡路島の玉ねぎ大きいね、こりゃ。玉ねぎレシピたくさん作ります。玉ねぎの皮を剥いて、まずは玉ねぎのスープを作っていきます。丸ごとスープ。そしたらこれ十字に切り込みを入れます。下もお砂糖と塩。塩は2つかみ。2つかみだからこれで2つかみ。沸いたら玉ねぎをこのままストーンと入れちゃいます。そして蓋をして煮ていきます。じゃあ鶏そぼろ餡の調味料を計量していきます。ニンニク全部入れちゃいます。そして炒める。白っぽくなるまで炒めてください。うん、パラパラになったら、こんな感じでね、白くなったら調味料入れます。この水分がなくなるまで細かくなるようにこういう風に潰しながら汁気がなくなるまで炒めます。うん、ごま油のいい感じの香り、美味しそう。ごま油ってやっぱり食欲をそそりますよね。こんな感じで汁気がなくなるまで。 OK、 大きい。重い。だしをめちゃめちゃ吸ってめっちゃ重い。液体の方に片栗粉を入れます。これもざーっと。とろみが出ました。まずはスープから。もう香りがね、もうめちゃめちゃ美味しそうです。うーん、美味しい。
めっちゃ美味しい。新玉ねぎの甘さがもうこれに凝縮してる感じ。とろっとろ。よくね、玉ねぎを電子レンジでチンしてこのまま盛り付けるみたいなレシピもあるんですけど、絶対にスープで煮込んだ方がスープも玉ねぎのうまさを知って、玉ねぎもスープのうまさ知ってるんで、もめちゃめちゃとろとろで美味しいです。はい、それではやっていきますね。まず玉ねぎの皮を剥いて、でオニオンスライスはその人の好みなところがあるんですけれど、辛いのが好きな人はもう切ってそのまま10分15分ぐらい放置しておいて、そのまま食べるのが美味しいです。辛みが苦手な人はこれを水につけて、それも10分ぐらいなんですけど、水につけてから水気を切る。これは好みですかね。でもおすすめなのはやっぱり水にさらさない、そっちの方が旨味も逃げないし栄養分も水に流れないでそのまま使えます。なんか今日はそのまま放置のスタイル でこういう風にね、半分に切って、これをね、薄く切っていくと言いたいところなんですけれども、やっぱりスライサーでやった方が綺麗になる、間違いなく。これは失敗せずにいくので、で、いつもならこういう風にね、繊維がこういう風に通ってるんでこういう風に切るのが普通なんですけれども、オニオンスライスの場合は辛みを抜きたいので、繊維と逆に繊維を断ち切るように切っていきます。いやー、やっぱ薄いね、やっぱ薄いよ。こう見えると透明、このぐらい薄くできたらやっぱり辛みも抜けてるしいいと思います。これを広げて放置。夏は暑いんで冷蔵庫に入れてた方がいいと思います。ただちょっとね、冷蔵庫が臭くなっちゃうのがあるんですけど、ラップとかはしないでこのまんま放置しておきます。おにしろに鰹節30分、冷蔵庫の中に入れておいただけです。そしてポン酢とラー油かけるだけ。これはもう目分量で、何よりもね、この玉ねぎがスライスされてる時点で超美味しいですから、これ美味しいよ。で、卵黄で、卵白は取っとくと、今度お菓子作りの時とか使えるんで取っておきます。ジャーマンポテトの材料も、まあ、手に入りやすいっていうか、普通にお家にあるようなものばっかりですね。ソーセージ、ジャーマン、玉ねぎ、ニンニク、ベーコン、これでございます。全部皮むいて処理していきます。じゃがいもはピーラーでも、包丁でもどっちでもいいと思います。やりやすい方で。
じゃがいもの大きさはね、自分の好みにですね、まあ、甘すぎると炒めるときに時間かかっちゃうんで、これは好みですね。今日はゴロゴロしてるのもいいしね。今日はこんな感じかな。で、ニンニクはいつものように芯を取ってすりおろし。ベーコンはこれは短冊切りに切ります。ベーコンは短冊切り。これも大きさは自分の好み。ゴロゴロしたらベーコン好きな人はゴロゴロさせてください。そしてこんな感じ。じゃがいもをどんどん入れていっちゃう。いい色。両面こんがりになるように。もういい感じ、こんな感じになったら揚げます。一回ね、こっちにザーッと揚げちゃう。はい、ここにこのベーコン入れます。薄いベーコンのカリカリが好きな人はカリカリに仕上げてください。今日は厚切りベーコンなんで、このまま。はい、そしたら玉ねぎ投入。ソーセージも。で、しんなりするまで炒めてください。塩コショウします。おいしくなーれー。それ仕上げにニンニク入れます。うん、いい感じ。じゃがいもは両面茶色になっていれば火が入ってるんで、このぐらいの熱さならね。あとは玉ねぎがしんなりとなって食べれるようになったら、そしてパセリ投入。うわー、混ぜるぜ。完成です。うわー、すっごいニンニクのいい香り。ビールでしょ。このニンニクがみじん切りとかじゃなくてすりおろしてるのがポイントです。かなりパンチの効いた味になる。このニンニクの辛さがこう全部を一体化させてる感じです。新玉、シャキシャキ、甘い。で、次は玉ねぎを丸ごとオーブン焼きに入れていきます。ちょっとね、料理人とは思えないぐらい簡単なんですけど、これは皮むかないんで綺麗に洗ってください。よし、
美味しくなれ。これを包む。これを包んでオーブンに入れていきます。まずは40分かな。はい、立ちました。これオーブンの中入れていく玉ねぎ、こんな感じ。この丸々を1個のやつで作っていきます。ゴルゴンゾーラソース、はちみつ、生クリーム、今日は47、それとブルーチーズ。ブルーチーズ苦手な人はカマンベールチーズとかでやってみてください。細かい方が溶けやすいんで、これを細かく切っておきます。蜂蜜が5、玉ねぎ、すごい丸、どでかい。じゃあこれ開けて、全部入れて、弱火、中火から弱火で加熱。沸騰してくるとだいぶとろけてくるんで、ここの辺から気をつけて混ぜ混ぜしてあげて。ブルーチーズのいい香り。いいね、いいね。ここの注意点としては、沸騰しすぎないことですかね。脂肪分が高いし、乳製品も入ってるんで、あんまり沸騰すると分離しちゃうんですね。分離っていうのがブツブツなっちゃうんですけど、そうならないように沸騰しすぎないこと。ポイントはこれぐらいです。あとは、チーズを細かく潰しておくといえば大丈夫です。よし、できた。じゃあこれをこんな感じね。玉ねぎのすごいゴルゴンゾーラチーズソースですすごいね、これ。すごい、切ります。きゃー、わーお、きゃー、柔らかいからトロットロです。トロットロ、すごいぞ。どれどれ。おいしい、おいしい。すっごいまろやか。ブルーチーズも臭みのないやつだとすっごいまろやかになる。うん、おいしい。これ胡椒かけた方がいいと思う。
今日ね、見た目的に切って切らずに上からかけちゃいましたけど、皆さん食べるときは今みたいに切ってからソースかけた方がまんべんなくソースかかってとってもいいと思います。ちょっとね、撮影用で上からいっちゃいましたけど、チーズたっぷりかかってる方が美味しい。とろっとろ。想像を超える美味しさ。黒胡椒かけたら美味しい。では今度は玉ねぎの照り焼きソース、玉ねぎのステーキ照り焼きソースです。また1個まんま、すごいね。ではまたここを先切って、じゃあこれを半分から真横に。これはすごい、もうフォルムがすごい。いやーすごい、すごいすごい。表面のここだけ焼き色つけます。おいしくなーれー。茶色くなってるとね、いいね。周りが茶色っぽくなってきたらひっくり返します。すごい見た目。そしたらこれに照り焼きソースをここに計量して加熱していきます。照り焼きソースってすごい簡単で、全部同じ量を入れればいいんですよ。で、これを沸騰して糖分をとろみが出るように詰めて上からかける。こんな感じでね、筋ができるようなぐらい煮詰まったら完成ですね。 OK、 いい感じ。いただきます。はい、完成です。玉ねぎステーキ、これもすごいぞ。食べるのがもったいない。すごい。いただきます。どれどれ、楽しみ。ご飯と食べるというよりかは一品になるおつまみというか、おつまみ系だね。これをご飯が食べれちゃうわけではないけれども、これが食卓に出てきたら止まらなくなるな。